ノーセットなんだよ。やばーなんだ、みんなに会うならちゃんとセットしてこりゃよかったな。大丈夫大丈夫。何やったの？大丈夫。完成されたものがさ崩されるって本当気持ち悪いよね。普通のあの髪型完成形だと思ってるの。すごい違和感があるな。なんか肌が汚くて おでこすごい出るよ。これなんかむしろいつもより長えぞ。俺調子いいぞ今日。長えぞ顎。バグトラブル報告に。事故ってことでいいんですかね。今日ノーセットだ。なんで鉄夫やだー。俺は強人の目やだノーセットなんだよ。やだなにその髪怖い、なんだみんなに会うならちゃんとセットしてこりゃよかったな。決めてくるか。顔決まってんのに髪型決まってないよ。カツバリの方が似合って怖いよーやだー。慣れる本当に怖い。いやあっちの方が優しそう。こんなに鳥肌立つことあるってぐらい立ってる。そんなにそんなお前リアル。お前かわいそうだ。そしたらなんか違和感であまりにもやばい。あれも鉄夫だ。やだやだ。なんでだよ。なんか走ってどっか行ったよ。そんなに怖いことある？本当に怖かった。完成されたものがさ崩されるって本当気持ち悪いよね。角刈りは確かに、あれはなんか、まあ、普通のあの髪型完成形だと思ってるんだ。ほんでマグナムもあの髪型になってたらリオンちゃんが颯爽と駆けつけてくれて、おはよう、まで送ってくださった。偶然だったんだけど困ってそうだったから。おはよう、あ、鉄夫、キルマくんおかわり。おはよう。ああよかった、なんかセットしてきた。安心感すごいよ。なんかえ、なんかこんなんだったっけ。もどんどんすごい違和感があるんだけど、なんだろう。なんか肌が汚くなった。 おでこすごい出るようになったのか。なんだおでこ出る。なんかさちょっともじゃもじゃ感が残ってるよな。ちょっとこっちも見て。おポマードダクダクだぞ今日。こんなんだったっけ。こんなんだったっけ。鉄夫こんなんだった。なんかさ質感がさちょっとなんか俺の顔忘れちまったのか。え、なんだ。ステッカーと見比べるか。多分殴ればわかるかな。そうだな、ステッカーの方ちょっと来てくれる。それ見比べようぜ。鉄夫だ。あでもこんなもんだったか。でも顎こんな短かったですか。ちょっと寝てたから顎短くなっちゃったかな。私も風邪ひいてるの。こんな短かったかな。流行り風か。あれてないか。単純に本当にバカがかっこいいのか。てめえは寝ろや。あれちょっと待ってな。寝てるどうですか。入院は自分で見て。ねちこはさこの顔見て違和感ないの。顎が短いもんね。そうだよね、顎短いよね。やっぱ顎の短さか。顎ちょっと短いか。顎短い。ちょっとどころじゃないよ。寝てる間に戻っちゃったみたいよ。多分これからまた手術してもらえればいいんじゃない。カテジに。これ顎短いのか今。なんか車乗ろうとしよう。これなんかむしろいつもより長えぞ。俺調子いいぞ今日。長えぞ顎。写真上げてみて。
いいけど、今見比べたけど長いぞ。あ、そうなんだっけ。僕らから見るとなんか短い気がする。短く見える。ちょっと二重顎になってるわよ、鉄を。どこかだよ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ鋭利だぞ、今日。むしろ鉄尾なのかそれ。なんか二重顎。お前本当に鉄尾か。鉄尾か。鉄尾だろ。偽物？偽物？お前。偽物なのか。誰だ。ただ遊びでも抜けちゃいけません。ほら。え、でも本当に。いやだって鉄尾の偽物だったら一大事だぞ。ほら見てくれよ。怪物かもしれない。あ、長い。ほらあれいつもより長いって。なんなら長いって。いやでも角度の問題だよな。なんだ俺らから見えてるから見えない。違うな。違うぞ。そうなんだったっけ。違うぞ。違うぞ。これさ、一回ちょっと僕らが写真撮って見せてやったらいいんだよ。あー、見せてくれよ。あれかな、あの自撮りでさ、自撮りで多分上になんか写真を受けるから角度ずるいぞ。角度ずるいぞ、それ。角度ずるいってか。もういいよ、じゃあ正面から撮ってやるよ。俺の顎は唯一無理だ。なんなら下から撮ってやるよ。あげえな。いや、なんで下から撮るの。いや、ちょっと待ってくれ、下から撮っても長えぞ、俺の顎は。正面から撮れよ。いや、すごく長いぞ。短い。短いよ。なんで短いんだ。俺長いだろ。短いって。ほら横から見てみ、まが玉みたいな形してるだろうちゃんと。俺の写真見てくれよ。これもう完全に顎ないだろ。なんでこんな。え、なんで。これもしかしてあれかな、世界の歪みで自分以外から短く見える病。そうだな。前の顎不審者。あれなんか引っ込んだり出したりできるようになったのか。複雑式じゃねえぞ俺の顎。おもちゃのナイフみたいなカチャカチャするのか。俺の顎こう押し込んだらなんか食って入るやつじゃねえぞ。やめろ、近づくんじゃねえよ。あ、じゃあちょっと、じゃあ一緒に美容院行かねえか。ちょっと整えてもらうよ、じゃあ顎。そうか、顎を美容院で整えるんだ。美容院か。顎短いって怖いよ。あ、ちょっと待ってね。うん、どうだ。もう硬くなってきた。あ、でもさっきよりはさっきよりはなんか上がってる気がする。いつもの俺だろ。うん、さっきよりはさっきよりは確かに。でもなんか一度さ違和感を感じてしまったらさ、なかなか拭えないんだよね。久しぶりだからみんな俺の顔忘れちまったのかよ。でもさっきは明らかに顎短かったもん。さっきは短かった。さっきは絶対短かった。髪も変だったし本当に怖かったよ。あなたは中京テロどう。そうだな、まあ、電波に乗せていい音源ではないかもしれない。でもここにあるってことは市長が許可出してるから。でもそうなんだよ。六本選手見たら鉄道がアホについて相談してんの面白すぎない。マジどこで。バグトラブルのバグトラブル報告に。おい、この曲の中で自分の顎の長さと他のプレイヤーから見た顎の長さが違うみたいです。あれでしょうか。確かにカテジの顎はちゃんと長いんだよな、僕らから見てな。ありがとうございます。はい、あ、そう、シワ取れなくなっちゃったんすよ。あ、シワ取りってなくなったんだっけ。なくなっちゃったんす。シワあるままなくなっちゃったから、もう一生シワと付き合っていかないと。予防出しな。そうっすね、うん、予防出します。あ、でもなんかあれ、顎の長さとかも変えられないですか。あ、鼻とかその辺もできなくなっちゃいましたよね。整形がいわゆるできなくなった。整形できなくなっちゃって。あー、なんか今日鉄尾が顎短いってみんなに言われて。いや、なんか普段のさ鉄尾のあのステッカーと、はいはい、顎の長さといつも見る鉄尾の顎の長さが違うって。じゃ、六方全書のバグのとこ見てほしいよ。マジで顎で報告してるから鉄を。こだわりあったんだな彼なりに。そうだよ。顎の長さのなんか限界を超えると多分他の人から見えなくなる。そうなんだ。そう。
定のことじゃやっぱ見えるよね。限界ギリギリなんじゃないですか。